側から縦パス入った荒木、そして鈴木優真、クロスが入る、上田綺世、アディショナルタイムの得点です。日本代表上田綺世、日本ピッカー、ここはうまく内に入って上田綺世のシュート、強烈なゴール、上田綺世2022年チームの初ゴールは上田綺世です。すごいシュートでしたね、いきましょうか、トップ失点の形になったという大チャンスも右足狙ったぞ、決めた、取られても取り返す、そして今度は泉、うまく前を向く上田、上田このタイミングで決め切る上田綺世、入れ替わって上田綺世、右にセット、上田綺世、三沢から樋口へのボールになる、樋口ワンタッチでヘッドを入れて鈴木は切り返した、そしてマイナスのボール、上田綺世、すごいですよね、切ってきましたね、上田綺世